姫の朝は、中世イベリアのバスク人王朝。パンプローナ王国の有力貴族で、バスク人の英雄イニゴアリスタの親族姫の一世により、創始された姫の家を起源とする。10世紀初めより、ナバラの王朝となった。さらに、11世紀半ばには、婚姻による継承と、領土分割により、カスティーリャレオン及び、アラゴンの王朝にもなった。 11世紀時点での姫の朝の領域。赤色が、ナバラ本領で、オレンジ色が、本家の領地、桃色が分家の領地を指す。三朝三世時代、イニゴアリスタ家に男子が絶えると、当時の姫の家当主、三朝ガルセス一世が、アリスタの彦である女王、戸田をめとり、姫の朝を創始した。三蝶ガルセス三世の知性では、妻と母の領地を継承して、 カスティーリャ博とアラゴン地方の支配者を兼ね、さらに、息子たちの婚姻外交や外政で、カタルーニャ、レオン王国をも支配下に収めた。さらに、縁の深いガスコーニの一部も獲得し、イベリアのキリスト教諸国を統一した、サンチョ三世は、大王、ヒスパニア皇帝を受賞し、後者に関しては正式な戴冠式を行っている。サンチョ三世の帝国は、死後に、 息子たちの領土分割で継いえたが、それが、北イベリア諸国に姫の家が拡散する結果を生んだ。息子たちは、レコンキスタの前半を主導して、大破諸国と激しい戦いを繰り広げつつ、不その所領を統一しようとたびたび争った。また有力なものは再び、ヒスパニア皇帝を自称した。12世紀から13世紀の間に、姫の家は、 各系統とも男子が絶え、歴史から姿を消し始める。しかしあくまで、西欧的な王朝交代であり、後の章も、イニゴ・アリスタや姫の一世、三朝三世の血を引いている。イベリアのキリスト教諸国が誠意を取り戻した時代に、ほぼすべての有力国の王家に血を広めた姫の家は、決して少なくない影響を、イベリア史に残している。 ナバラ王国の姫の朝も三朝七世で断絶しているが、姫の家の血を引くシャンパーニュハクティボー四世が、テオバルド一世として王位を継承した。以後、ナバラ王位はその血を引くフランスの貴族によって継承され、その末裔であるアンリ四世に始まるブルボニュア朝の歴代フランス王は、いずれも、フランスとナバラの王を称した。ナバラ王国は一方で、 フランスへの統合以前に、その大部分が、アラゴン王フェルナンド2世に征服され、後のスペイン王国へ統合されているが、フェルナンド2世も、その妻である、カスティーリャ女王イサベル1世も、カスティーリャ王を裏の地を引くトラスタマラ家の国王、女王である。その地は、カルロス1世からスペインハプスブルク家へと受け継がれた。ボルボン朝の初代国王フェリッペ5世は、 ブルボンハプスブルク両王等の血を引いており、その末裔である現スペイン国王フェリッペ6世も、また、姫の一世の末裔として、バスク人の血統を継いでいることになる。以後は、レオン王が、ガリシア王を兼ねた。ありがとうございます。